建設850年の記念碑年、クリアジミンスキーゴロドク建設850年の記念碑と、教会スタロドゥーブなクリアージメは中世、ルーシュの都市である。ザレシエに立地し、1218年から15世紀初頭まで、スタロドゥーブ広告の首都であった。現在の行政区でいえば、ブラジーミル州コブロフから北東におよそ1 2トル強の位置にあり、同州コブロフ地区の村、 クリアジミンスキーゴロドク内に含まれるクリア島側に面した都市であった。スタロドゥーブナクリアアジメは百五十二年にユーリードリゴルーキーによって建設された。二百三十八年にはウラジーミル大公やロスラフが末帝のイヴァンに分領地としてスタロドゥーブナクリアアジメを与えた。以降、ルーシの小さな広告としてイヴァンの子孫がスタロドゥーブナクリアアジメを統治したが、 1363年にドミートリー・ドンスコイがスタロデューブ校くらいの決定権を掌握し、イヴァンの子孫は追放された。また、スタロデューブなクリア始めは、モスクワ大公国の勢力権に組み込まれた。ドーラン時代の1609年には、ポーランド軍によって町が破壊されている。18世紀末から19世紀初頭のうちに、帝政ロシアのブラジーミル県、 コブルフ軍のクラジミンスキーゴロドク村となった。ABC 税、ブロックハウスエフロン百科事典 AB j ブロックハウスエフロン百科事典。ありがとうございます。